はい、こんにちは。今回は完結編ということで、すごいキャンパーをご紹介していこうと思います。まず最初は秋田からいらっしゃった、もうね、釣り基地としか言いようがないと思うんですけど、全国あらゆるところで釣りがしたいっていうことで作られたキャンパーで、こちらオーナーの信夫さんっておっしゃるんですけど、この方がまたすごい人で、農夫男と書いて信夫さん、そして海が大好きというね、そこがすごいとこじゃないんですけど、この軽トラキャンパーを作られたのはもちろんなんですけど、通常ね、船も一緒に引っ張っていかれるんですよ。今回はね、ちょっと実物は見れなかったんですけど、この船っていうのが手作りなんですよ。しかもこの写真のもので3層目らしいんですよね。こういう自作のクレーンで こんな感じで下ろすらしいんですけど、私そんな釣り詳しくないんでよくわからないんですけど、あ、この辺で釣りたいなって、船を下ろして釣っちゃうって夢の話なんじゃないですかね。しかもこの船3人乗りらしいんですけど、なんと免許いらないっておっしゃるんですよ。聞いた話なんで正確かどうかわからないですけどね。まあサイズとかエンジンの出力とかには制限があるみたいなんですけどね。で、その船の動画も見せていただいたんですけど、あ、今出ていく。これ見れば分かるそうだ、本だね。一人乗りなんですか？いや、3人。3人乗れるんですか？そのやつは5年。こういう波の中にも行ける、行けちゃうんですよね、うんうん、すごいっすね。作るの材料費はそうでもねえんだけど、こういう鍋でもあってもねえそうな、うん、材料費はそんなにもねえんだけど、手間、労務費、うん、材料費ならばこの船ならばあんだな、なぼくかな、6万、材料費は6万ぐらい、うん、このぐらいの船の、うん、こういうカタマランの船のダブルハルってねえんですよ、うん、どこの3日探しても。こんなさ行けば出らねえな。リズモンディルミ、あ、これリズモンディルミ、かわいい、これはこれでも十分ですよね。これで、これは免許いらないやつ。へえ、うん、小型船舶のね、うん、うん、小型船舶いらないですか、これ、うん、これはいらない。へえ、うん、粘り君だから、これは。へえ、もうこれで十分だな。釣り十分遊べますね、うん、もう乗るだけで楽しいじゃないですか。うん、この先、この目の前についてるこれは何ですか？あ、それ魚探。あ、今蓋落ちてはい、ということで情報間違っていたようですね。さっきの写真の船は5人乗りで免許はいるみたいですね。小型船舶のお詫びして訂正させていただきますと。あと先ほどの信夫さんの船の動画をちょっと探してみたんですけど、やっぱちょっと見つからなかったんですけどね。その代わりに自作の船の動画をいっぱい見たんですけど、面白いですね。船も釣りとキャンパーの親和性が高いので、今後もね、釣りキャンパー目が離せないですね。きっちりになったんですよ。だからこういうのサッチオンバンやるしば、下の方向をやらにいいんですよな、こう倒さねえとこの厚みが、うん、ということで、信夫さんの秋田弁がですね、ほとんどニュアンスでしか解読できないんですけども、まあね、信夫さんのお人柄もあるんですけど、この秋田弁が味があっていいんですよね。これや、あの湯気おろしの時ね、バックした時ね、これの肩までぶつかって、ここが曲がって、あ、そういうことですか、うん、ついでこの扉がちょっと曲がっているっていう、はい、で、次にご紹介するのが、この回のメインゲストと言っても過言ではない、沖縄から来られていて、もう何度も日本を回ってらっしゃるアーリーさんこと有村博勝さんとおっしゃるんですけど、年8000キロ走ってますよ。ほー、やってる期間は2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらいで。ということで、アーリーさんのこのキャンパーなんですけど、製作期間は
先ほどおっしゃってたように2ヶ月ぐらい、あとまあこんなに立派に作られているんで制作費は相当かかってるんだろうなって思われるかもしれないんですけど、ほとんど廃材を使われているので全部で15万ぐらいしかかかってないらしいんですよね。しかも太陽光発電のシステムとかも入ってるんで外側はほとんどかかってないっていうことですよね。またねこのデザインが素敵ですよね。ほとんど廃材でできてるとは思えないセンスの良さですよね。何事もそうかもしれないですけど見た目も大事っていうことかもしれないですね。それではちょっと中も見せていただきましょうか。うわーすごい開口がいっぱいあるんですごい開放感がありますよね。僕は常にベッドルームになっているので眠たくなったらすぐに寝れる状態ですね。これがね軽のキャンパーではなかなか難しいんですよね。今回はちょっと荷物が多めだということなんですけど、なんというかこの雑然とした中に山小屋的ななんか落ち着く雰囲気がありますよね。あ、そうそう、アーリーさんは太陽光発電もかなりお詳しくて各地で講演やワークショップも開かれてるみたいですけどね。で、さっき外観をちらっとお見せしたのでその時に何だろうあれって思った方もいらっしゃると思うんですけど、これがアリさんの車の特徴の一つでもあるんですけど、要するにこれがアウトリガーでこのシェルを外す時に使うんですけど、この仕組みと、まあ、考え方っていうのかアーリーさんが独自に考えられていてなかなかの優れものなのでちょっと見ていただきたいんですけど、持ち上げてずっと10台のキャンパーっていうのは全体でこう持つ感じですけど、このキャンパーで重さを上のあの下にあるこいつで釣り上げた。でこれをこう収納するために段差を変えるためにこの小さいのでこのためで考えるためだけに1ヶ月ぐらいホームセンターに住んでました。これを考えるのが好きなんです。ちょっとね今のだけでは分かりづらいと思うので説明しますと、通常ね下に単管など差し込みますのでシェルの下の方で全体を支える構造になってるんですけど、アーリーさんのトラックはこの横の煽りが開かないっていう点もあるんですけど、この支える構造体自体をシェルの上部に持っていってですね、まあこういう可動式の足をつけるわけですけど、まあ、簡単に概要だけ書いてますけどね、この足をこういう風に伸ばしてですね、ちょっといつの間にかシェルが消えちゃってますけどまあこういうことで例によって下にジャッキベースをつけると、あとは同じようにジャッキアップして車を出すということで、何が違うかっていうとこの下で支えるのではなくこの上を支点にぶら下げるという方法なんですよね。この辺も固定しないといけないですけどね。ということでね重心が上の方にあるんでこういった大型のシェルには向いてると思いますね。聞いてみればなるほどねっていうことなんですけど、コロンブスの卵じゃないですけれども最初に考えて実行するというところがすごいですよね。本当尊敬しちゃいますよね。またアリーさんの車のようにアウトリガーが常についていると風の強い日に車が揺れることもありませんしね。何よりねキャンプ場とかにこうシェルを置いて車は車で使うことができますからね。あとで少しお話は出てくるんですけども、そもそもアーリーさんがキャンパーを作ったのは東日本大震災のボランティアに行った時の経験が元になってるんですね。ですので熊本の地震にボランティア行った時は軽トラが大活躍したそうなんですよね。まあ、そういうエピソードも含めてお話を伺ってみましょう。ボランティア活動するのに3時間3時間で6時間無駄な時間を過ごしてて、
その時に自分が一人迷惑かけずに寝泊まりしながら料理が作れて暖が取れて生活できるような空間が欲しいと思って軽トラキャンパーを作り始めました。でその年の12月に作り始めて、ああでもないこうでもないこう悪戦苦闘した上で2年ぐらいかかって 1台目ができて、で1号ができたのが2014年だったんですけど、2014年の、秋にその安曇野県人のところを訪ねてきて、でいろいろ安曇野で軽トラキャンパーの教えるってことがすごく素晴らしいことで、これが広がってくれたらいいなと私自身思ってたので、で1号が、そういう意味で2年間日本全国旅しました。だいたい2ヶ月かけて、8000キロぐらい走ってるんですけどね。1号のキャンパーはちょっと重たかったんで、1台目の軽トラはぶっ潰れました。山の上上がったんで、その時にちょっと無謀な走り方をして壊れたので、今2台目の軽トラが走ってますけど、でこれが私にとっては3台目の車になるんですけどね。まあ一応ですね、この車のコンセプトは、小さなお家で動く小さなお家というのをコンセプトにしてます。で、1台目は軽トラだったんで、ちょっとやっぱり旅するのはちょっときつかったんですけど、こいつの場合は私お酒が好きなので、後ろのリビングでお酒を飲んだらすぐ寝れるという常設ベッドがミソです。コンセプト、パーマカルチャーはコンセプトデザインというのをまず最初に自分が何をしたいかということを決めないと目標がぶれるので、必ず私も何かするときに自分のコンセプトは何なのかということを考えるようにしています。で私のコンセプトデザインはいくつかあるんですけどね、後でちょっと紹介しますけど、その中で一番大事な部分で、陸前高田で一番痛感した、自分で自立して住んで寝て食べて人に迷惑かけないで通信の電源を確保するという、この部分ができてない人はボランティアしちゃいけないと私は思ってるんですよね。だからそういう意味ではそのための、動く非常持ち出し袋というのが私のコンセプトの中の一つです。南阿蘇よみがえりという仲間なんですけど、これが地震後2週間目ぐらいから私も入ってて、で彼らと一緒に活動してるんですね。でその時には、まあ、今1号できましたというのは、これができてなかったのもあったんですが、すごい役立ちました。軽トラキャンパーなんで、軽トラのハウスをそこに切り捨てて、本部に切り捨てて、ダンプはトラックはそのまま土砂捨てに行ったり、家具の運び出しに使ったりというので非常に役に立つんですね。だからそういう意味では簡単に積み下ろしができるというのが軽トラキャンパーの一番のミソで、それがあるからこそ非常時に役立つというふうに私は信じています。私が伝えたいことは、キャンパーの作り方を教えるのではなくて、なぜキャンパーが必要なのかということを私は教えたくて回ってるんです。要するに何ていうんですかね、キャンパーっていうのは単なる道具なんですよね。で私はまあ、ちょっと自己紹介すると、沖縄で生まれて、神戸で育って、でアメリカで学校行って、東京で就職して沖縄に戻ってるんです。今61年生きてるんで、その間、まあ、沖縄に戻っても35年ぐらいになるので、もうすっかりなんていうかな、都会人から亡くなってしまって沖縄人になってしまってますけど、それでね、ちょっと知ってる人は知ってるかもしれないけど、私は、事業を大失敗しまして、親父の仕事が一応沖縄では一番大きい海運会社ということで、60億ぐらいする船を10隻ぐらい持っててですね、500人ぐらいの雇用があったんですよ。で私はその副代表ということで副社長がやってたんですが、過去のオイルショックで結構燃料費が高騰してですね、最終的に2000年に会社構成法を撤去して、で会社が全部手放して、家も失い、財産も失い、で銀行口座は全て凍結されてですね、手持ちポケットにあった5万円だけあって、でかろうじて競売にかかる前のアパートに住んでて、自分が間際の資金繰りで借りたサラ金のお金の取り立てが毎日家に来るんです。で今度は右翼の皆さんが一生懸命外線前で、いるんだろう出てこいと、で周りの人に見分けていいのかぐらいの世界で迫られて、ちょっと私もその時はほとんどノイローゼ状態で、どうやって死のうかなと考えて、家が7階だったので飛び降りたら死ねるかなとか、でガスで死のうと思ってもガス止められてるからですね、ガス使えないしね、刃物はあるけど刃物痛いしという世界で、とりあえず死のうと思っている時に、私の友達が、私家にずっと引きこもってたので、外に出たらやばいのですね、銀行にも追いかけられるし、やばい人にも追いかけられるから外出れなくて、で暗いところで暮らしている時に、友達がひょっとうちのポストに入れてくれた雑誌が外ことっていう雑誌なんですよね。2000年の雑誌で10月号です。で私はそれを2000年の11月か12月年の暮れぐらいに見たんですよね。その時に私目の前がパッと開けたんです。なぜかと、何かそれに何が書いてあったかというと、オーガニックライフというテーマで、
テトラさんという人と、テトラさんの文章で、それから、カメラだったり、まあ、これはいいや、その方たちもその2002年にこっち来てたんですね。たまたまそういう出会いがあったんで、でその2000年の雑誌を見て、そこにパーマカラ、ビューティフルパーマカルチャーライフという特集学のやった。私はこれだと思って、そのガイドをしてたユカリ・デジャーリンというパーマカルチャーリスト、まあ、オーストラリアで教えているパーマカルチャーの先生に尋ねて、私はその時お金5万円しかないので、旅費はないから、でそのユカリ・デジャーリンの彼女と私はメールのやり取りをね、もう半年以上メールでやり取りして、でむしろパソコンないからね、市役所に行って、ね、パソコン使うんです、無料の。でそれで旅行会社のノウハウを生かして、でお金持ちに対して、私はオーストラリアでオーガニックライフを見に行きませんかというツアーを作った。で私はツアー企画、旅行手配、運転手、通訳、たまたまちょっとアメリカで学校出てるんで通訳できたん でこの4つのために私の旅費の、30万ぐらいのお金をみんなで貸してもらった。でその代わりギャラなしです。でそれでオーストラリア行けた。でその時パーマカルチャーと出会って、私は今があって、その時パーマカルチャー出会ってなかったら私今ない、本当は多分死んでない、死んでいなくなってるか、暴力団に肝臓を売られてるかですね、そんな感じです。だから、私にとってのパーマカルチャーは命をつないでくれているツールです、糧です。だからなんていうかな、まあ、長くなるでもやめますけど、ユカリ・デジャーディンはすごい素晴らしい女性で、私の妹のような女性で、師匠ですけど妹のような女性で、もう亡くなりました8年ほど前に。で彼女がね、いつもやってたことは、アフリカの子供たちにアフリカンダンスをジャンベ叩きながら踊って、お金資金集めて、それを送っていくっていう活動をやってて、アフリカ人と一緒に踊ってる最中に亡くなったんです、心臓で。で、彼女がいつも私に言ってたことは、口癖で言ったのは、私のパーマカルチャーを伝えるのは私の役目なの。私のパーマカルチャーを伝える役割は私のミッションなの。で、それを私はパッションを持ってやるんだということで、それで最終的に彼女が求めているものはコンパッションだと。コンパッションっていうのはダライ・ラマがね、いつも講演の最後に話す言葉なんですよ。コンパッションとは日本語に訳すと慈悲という言葉になるんだけど、日本語はね、非常にちょっと複雑で、慈悲というと施すみたいなイメージするでしょ。だけど本当は慈悲って訳しちゃいけないと私は思うんですね。互いを思いやる心、互いと人として尊重する心、要するに多様性を認め合うという心、それが私はコンパッションだと思うんですね。だから彼女がいつも言ってたミッション、パッション、コンパッションとこの3つの言葉は、彼女が死んだ後私がそれを伝える役割を担ってるんです。で私はその亡くなりましたけど、4回目の旅に出てるのは、私はそのパーマカルチャーという考え方に基づいてミッション、パッション、コンパッションを伝えに歩くのが私の仕事です。パーマカルチャーの3つの原理あります。 Care for the people、 Care for the earth、 Share resources って3つある。 Care for the people っていうのはパーマカルチャーの一番基本です。人のことを思いやる、さっき言った多様性だったり、人を認め合うとか、人種が超えて、年齢を超えて、いろんな人が友達であり得るような、そういう人をケアする、見下すんじゃないですよ。お互いの立場で、お互いにパートナーシップとして、付き合える相手を目指すというのが、Care for the people です。で、もちろん言うことなく、Care for the earth っていうのは当たり前ですよね。サステナブル。パーマカルチャーでは、サステナブルライフスタイルデザインですからね。そういう意味でパーマカルチャーの基本はやっぱりこの人に対する配慮、地球に対する配慮で、最後のシェアリソースっていうのは、これはお互いの思いやる心と同じです。例えば自分が大根いっぱい取れたら人にあげてる、自然にあげる。だけどお礼も言わないけど、自然に今度人参が返ってくるみたいな。で都会に行っても同じこと言えるんですね。本当は都会の人はこういうことできるんだけど知らないだけで、自分の持ってるノウハウを相手に提供することによって相手が感謝してくれたらすごい優しくなります。これはね、言霊ってみんな言ってますけど、人に対して暴言吐いたら必ず暴言返ってくるんですよ。人を優しくすれば優しいことが返ってくる。だからそういう意味では、人と人との付き合い方のミスはね、とっても簡単なんですよ。なんていうかな、人に優しくしてあげれば必ず優しくしてもらえる。で、優しいものを差し上げれば必ず返ってくる。で、返してくれって言わなくても、誰かの他の人にその優しさが伝わるんですよ。だから、なんていうんですかね、シェアリソーシーズっていうのはとってもいい言葉で、私大好きなんです。私の旅の目的はそのパーマカルチャーを伝える旅で、マイナー号はそのためのツールです。別にケトラキャンパーという名前が付いてるだけで、私はこれはパーマカルチャー、私が伝えたいパーマカルチャーの現れた形にしか過ぎないんですよ。だから私はこれで、もちろんさっき言った非常持ち出し袋という、非常時に自分の備えをするという、自分自身が自立して人に迷惑をかけないで
しかし快適に楽しく生きれるようにするのがまず、そうですね。で、また私はね、小さく暮らす。パーマカルチャーも私は道具だと思ってます。で、キャンパーも道具だと思ってます。で、この道具があるおかげで道走ってる時にちっちゃな子供が喜んでくれる。で、今回旅でね、あちこちで公演30回以上やってるんですけど、その間に子供たちの保育園で子供たちに見学会してもらってます。そうすると子供たちが中に入ってですね、出てこないんですよ。で、天窓開けて上から出てきて落ちそうなるか危ないんですけど、とかね、いろんなところで子供たちに大人気で、私は動く小さなお家って言ってます。要するに自分の家が移動すると楽しいですよ。すごく楽しい。もうこれがやめられないですね。初めて作って乗った時にもう背中ゾクゾクしてですね、家が動いてるみたいな。で、自分の好きなものだけ乗ってるんです。嫌いなものは乗せてなくて、まあ、一番好きなのはこの子ですけどね。で、そういう意味ではその好きなものと一緒にいろんなとこ移動して、好きな景色のところで美味しいコーヒーの美味しいお酒を飲む。大工は好きですけど、まあ、素人はですね、家の解体とか、大工の手元とかっていうのは手伝いやってました。で、こだわりはですね、やっぱり下手でもいいからとりあえず自分の思ったものを形にするというのが私のこだわりです。で、これ見てワクワクしてくれないと私は面白くないんですよ。ワクワクしてほしいなというのがこだわりです。はい、少し長くなりましたが、アリーさんいかがでしたでしょうか。沖縄一の海運会社の副社長から自殺を考えるまでになって、そこで出会ったパーマカルチャーとともに今全国走り回ってらっしゃるんですけど、今が楽しくしてしょうがないっておっしゃるんですよね。本当お話しさせていただいてても、明るくて楽しくて、そしてあったかで、こっちもワクワクしてくるんですよね。どこかでね、アーリーさんの車を見たらちょっと声かけてみてください。きっと元気がもらえると思いますよ。ということで、4回に分けた軽トラキャンパーミーティングですけども、これで一応終了ということで、ありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。ということで、また。